ご視聴ありがとうございます。たけぱちチャンネルのたけしです。今回は P、フィーバー、マクロスフロンティア5を完全攻略していきましょう。2024年4月に3強から導入された319のトータル継続率約 84% の1種2種 ST タイプです。ボーダーが 16.9、へそ小球が1玉。通常回転速度はベースや展開によっても異なりますが、だいたい1時間平均約240回転から290回転前後、時速は約240回転前後です。電サポ中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.2 前後、アタッカーのオーバー率は5割前後を狙います。保留消化は電柱優先ですが、サポの速度が速いため、通常時は当たりそうになったらへそ溜めストップで対応。大当たり中の離席タイミングはサポラスト回転以外で保留がない状態であれば可能です。本機のカスタムは全部で4種類。おすすめは先読みを圧、レバブル、V フラ、スカフラの3つをオンに設定しましょう。アタッカーは15玉小球10カウントの羽と V の2種類。ラウンド数は2ラウンド10ラウンドの2種類です。まず V アタッカーは連チャン時の1ラウンド目の V 入賞のパカパカで使用します。右を狙いの指示後、打ちっぱなし開始。6カウント入賞後、弱から強にひねるで対応しましょう。次に、羽アタッカーは V 認証以外で使用します。5カウント入賞後、打ち出しストップ。9カウント入賞確認後、ひねって弱強の2発で弾を固めます。ラウンド間のインターバルは短いため、打ちっぱひねりの方が消化効率が良いです。電サポは時短1回転プラス残保留4個、時短120回転プラス残保留4個、時短1万回転の3種類。電柱は1回砲1パターンのロング回砲1種類となります。5発打ち1発開けるを繰り返す、または打ちっぱなしを併用して対応しましょう。一番下が丸のみのスルーポケットになっているため、あまり無駄玉が出づらい仕様となっております。 P 機は右の振り分けで C 時短を搭載しており、リセット時の約 40%、 2連続 C 時短突入、残保留で C 時短突入で時短が1万回転に書き換えられます。一応知識として覚えておきましょう。換金率、貸し玉、等価でのフル稼働ライン例が、介入 100% で 18.0、介入 0% で 20.0 で打ち切れます。増減率の良し悪しは、打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転2400回転、単価 8.4 円以上を目指して行動していきましょう。現実的な数字としては、25% から 50% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。